JRR-1 はかつて日本原子力研究所が運転した日本初の原子炉である。1957年8月27日より1969年11月21日まで運転された原子炉を利用した各種の実験や技術者の訓練に役立った。現在原子炉としては廃止されており燃料などは取り除かれ密閉管理された状態で 建屋や原子炉室は原子力科学研究所敷地内に JRR-1 記念展示館として公開されている。日本最初の原子炉となった JRR-1 竣工記念切手1955年11月14日、アメリカから日本へ濃縮ウランを対応するための日米原子力研究協定がワシントン DC で調印され、同年12月27日発行した。 研究原子炉用に20%濃縮欄 2356kg を限度に賃貸すること、使用済み核燃料のアメリカへの変換、太陽燃料を目的通り使用すること、使用記録を毎年報告することが取り決められた。この協定に基づいて、日本最初の原子炉として、日本原子力研究所に2つの研究炉が導入された。JRR-1 の原子炉は、 ナーシャの原子力部門であるアトミックスインターナショナル社によって建設された。放棄設備の取り付けには日立製作所が携わった。ありがとうございます。